てチャンネル。はい、みなさん、こんにちは。はい、今日はですね、トルちゃんと初めてシーンのですね、商品を通販で買ってみたので、皆さんに紹介したいなと思います。イエーイ！トルちゃん、シーンって何ですか？はい。シーンは SNS で皆さんご存知かと思うんですけれども、中国のファストファッションの通販サイトということで、海外通販なんですね。でもですね、日本にカスタマーサービスがあったりと、あと日本語で全部見れたりするのと、レビューも日本人の方がたくさん書いてくださってるので、結構安心してちょっと使えるかなと思って、なんか可愛い商品がいっぱいあるということで、今回購入してみました。はい。シーンはですね、まあ日本でいうZOZOタウンみたいな結構アパレルブランドがたくさんあるんですけど、その中でもうんちゃん専用のお洋服がたくさんあったりと、小物もあったり、すごいね、商品数が幅広いんですね。もちろんママが着れるようなお洋服もたくさん売ってるし、食品以外は何でもあるよっていう感じのサイトでした。はい、トルちゃん、今回ママが購入したのは全10点、イエーイ、6129円です。はい、今回ですね、ママは初回購入だったので、初回注文で送料無料っていう特典で、送料はタダでした。6000円以上購入で 12% オフっていうクーポンも出てきたので、もちろんそれも使うことができたので、まあ実質5391円で10点買えました。それからトルテチャンネル。そしたらですね、商品が届いたので紹介していきたいと思うんですけども、はい、こちら、じゃーん、こんな感じで届きました。商品は注文してからだいたい10日から12日ぐらいで届きましたね。こんな感じで、で、海外便って感じで、持ってきてくれたのが佐川急便の方でしたね。早速開けたいと思います。どんな感じで入ってるか見てみましょうね。なんか、海外便、まあ中国のファストファッションということで、あんまりめっちゃ期待はしてないんですけど、なんか可愛かったので、いやー、あ、めっちゃ綺麗に入ってる。はい。こんな感じです。開けたて、あー、かわいい。もうすでにもう見せちゃいますけど、こんな感じで、なんか意外、めっちゃ綺麗に入ってる。いいですね。なんかくちゃくちゃになって入ってくるのかなと思ったら、結構綺麗に入ってきてます。はい、そしたら10点中1点目、まずこちら、じゃーん、わかります？こんなちゃんとジップロックみたいなのに入ってて、あ、かわいい。あー、これ、はい、こちら、ペットシーンのニコペット用メガネハートフレームっていうやつですね。こちらね、あー、かわいいっぽいよ、トルちゃん。ねー、トルちゃんの商品になってて、お、ニコ入ってる。じゃーん、はい、サングラスです、ワンちゃん用の。わー、かわいい、トル、見て。はい、こちら、ラベンダーカラーをママは買いました。サイズはこちらのワンサイズですね。あ、めっちゃかわいいじゃない。やばい、めっちゃかわいい。すごい似合ってる、トルちゃん。はい、こちらラベンダーカラーの商品を買ったんですけど、なんと2個ついてくるんですよ。で、ホワイトが多分全部の色についてくる感じですかね。かわいい、白も。はい、こちら、はい、2個ついて、なんと
169円でした。すごい可愛いのに安い。わお。それからそれからトルテチャンネル、もう一個ねグラサン買ったんですよ。こちらすごいケース。わお。こちらママのハートのサングラスです。こいつなんかお揃いでつけれたらいいなと思って購入してみたんですけど、こちらはハートフレームレンズパーティーメガネということで、こちら7色展開でホワイトのものを購入しました。面白い。これは、照明とか、結構光るライトを見ると、ハート型にそのライトが見える感じになってますね。こちらはなんと、413円が、12% オフで364円で購入できました。続きまして、ワンちゃんの、じゃーん、お洋服2つ買ってみたんですけど、わーお、かわいい。お、お、お、2個、はい、じゃーん。何これ、かわいすぎる。見てください。2個格子柄、プリントペットビギニ帽子セットっていう商品ですね。こちらはサイズが5サイズ、帽子もついてめっちゃかわいいと思って。こちら水着ですね。素材はなんか本当水着の素材、ちょっとツルツルした伸縮性が若干ある感じの、はい、素材で、めっちゃ可愛いです。ポルちゃんはこちらのサイズ M サイズ購入しました。で、お色は一応この一色と、あともう一色ブルー系のものがありましたね。なんとこちらお値段が785円セットで、めっちゃ安くないですか。すごい可愛いと思って、はい、こちらがまた 12% オフで691円になってます。チャンネル登録。はい、こちら1個クマプリントペットタンクということで、はい、こちら開けてみますね。はい、こんな感じ。白いクマちゃんのタンクトップです。こちら4色展開で、こちらホワイトのカラーを購入しております。サイズも6サイズありました。こちらは M サイズです。こちらなんと激安商品で180円。わー、お安いよ。はい、で 12% オフで159円でゲットしました。トルちゃんに着てみてもらいたいと思います。はい、続きまして、じゃーん、こちら今回ですね、靴を2足買ってみました。トルちゃんは大概外に外出するときはこんなね靴を履いてます。これの前にファスナーがついてる、この前にも何個も動画上げてるんですけど、このスニーカータイプを履いてるんですけど、こちらねめっちゃいいんですよ。で、これも中国で多分作られてる靴なので、なんか他に探したらあるかなと思って、今回シーンで探したらあったので買ってみました。はい、まず1個目、こちら、じゃーん、めっちゃこれ。ハムは最近ちょっと蛍光のカラーにハマってるので、うわーすごい、じゃーん、かわいい。このやつもいつも履いてる靴と似てます。こんな感じでファスナーで開け閉めできるタイプですね。かわいい。こちら2ペア通気性反射するペット靴っていうタイトルでした。今回こちらのサイズ S サイズ購入しました。サイズは結構たくさんありますね。こちらは5サイズあって、 S サイズはこの肉球のこの縦、この縦の長さが 4.5 センチで、横幅の長さが 3.5 センチのものを購入してみました。なんとこちら、4足で、1055円。安い！いつも買ってる靴がだいたい1700円とかかな。なんで、
まあちょっとまあまあ安いですねこれ。すごいこれね、裏も結構ゴムになってて、それと同じ感じです。すごい中もいいですね。すごい足が全然痛くない作りに、ちゃんと中のバリとかがない状態にできてるので、すごいいいよトロちゃん。ちょっと履いてみたいと思います。はい、こちら最後一足ちょっと履かしてみますね。こんな感じでファスナーを開けて、こんな感じです。ピュッと、おーいいじゃんいいじゃん、かわいい。こんな感じでマジックテープを止めて、じゃーん、かわいいトロ。はい、こんな感じに、はあ、いいですね。ぴったりだったかも。トール、どう？歩ける？ここ。テーブルの上だからちょっと歩いちゃダメと思ってるかな。はい、こんな感じでですね、いい感じで履けてますね。スマートで、なんかぴったりな気がします。これで、トールちゃんもお出かけ楽しみですね。それから、それから、トルテチャンネル。もう一足こちら、なんか面白いですよねこれ。これはねちょっと冒険で買ってみましたね。黄色い靴、ちょっとさっきの水着にちょっと合わしたいなと思って買ったんですけど、こちらじゃーん、4本入りメッシュペット靴ということで、これねサンダルみたいな感じになってるんですよ。わー、これねかわいい、こんな感じ。なんかここにマジックテープとかついてて、履かせるのが結構ちょっと難しそうなんですけど、こっから履いてくるって止める感じ。はい、こちらは2色展開で、このイエローとレッドがありました。そしてサイズが SML、 こちら M サイズを購入してみました。さっきの方が作りはめっちゃ良さそうですね。これはなんか結構この中とかがボコボコしてて、ちょっとおしゃれサンダルっていう感じで、写真を撮るだけ実用的ではないのかもしれない。こちらのお値段がなんと582円。もう安いからね、写真撮るようにめっちゃ可愛いと思います。安くなって513円で購入しました。こんな感じですね。ちょっと歩きはすると思うんですけど、なかなか実用的ではないかもしれないですね。もしくはサイズをめっちゃちっちゃいサイズ、これも S サイズとかで購入したらいいんですかね。なんか後で測ってみようと思うんですけど、すごい大きいと思います。はい、こちらはちょっとどうかなと思いましたけど、写真を撮る分にはとっても可愛いです。それからそれから、トルテチャンネル。はい、続きまして雑貨も購入してみました。こちら、はい、こちらですね、3本入りランダムカラーペットヘアクリップ、こちらヘアアクセですね。3個ランダムに入ってるっていう感じなんですけど、なんか全部は多い。一応3色ありますけど、なんかちょっとずつの違いな感じ。トロちゃん男の子なんで、全然ブルーで OK ですね。これはランダムに入ってるので、何色が入ってるかわからないクリップになってます。こちら、3個入りで163円。安くなって144円で購入してまーす。はい、こちらね、なんでいいかっていうと、こんな感じでパッチンってする。こういうやつですね。で、ここに櫛がついてるんですよ、コームみたいな。はい、こんな感じ、かわいい。はい、あとですね、こちらこれトルちゃんテンション上がると思いますよ。こちら1個エンドウ豆型ランダムカラーっていう商品なんですけど、こちらはおもちゃですね。じゃーん、かわいい、あ、黄色だ。これなんか2色展開でどっちが当たるかわかんないんですけど、この中のお豆さんが、父ちゃん、中のお豆さんだそうか。じゃーん、はい、こちらはイエローでした。緑のお豆さんもあるんですね。かわいい、めっちゃ
かディズニーに出てくる後に似てませんか。めっちゃ可愛いよトル。ほら、あなんかお顔も何個かあるかな。あ、可愛い。うわ、肌触りも結構ふわふわで、これね、ボールみたいに全然軽くてふわふわのぬいぐるみみたいな感じなので、あのテーブルの上で遊んでも全然傷つかないですね。こちらはお値段363円のところ320円で購入しております。めっちゃ可愛い。チャンネル登録。こちらね、じゃーん、トロちゃんとママが一緒に使うものです。何かわかりますか。はい、こちらリードですね。側のこちらを、はい、リードでつなぎます。紐ですね。はい、ここです。じゃーん、何これ、輪っかーってなってるんですけど、こうやって、はい、肩紐として使ってトロちゃんと一緒にお散歩するタイプのリードになってますね。サイズが4サイズありました。で、こちらはちょっと短いと嫌だなと思ったので長い目の L サイズを購入しましたね。 L サイズ、こちら、紐の幅が 0.7 センチで、この長さが250センチあるみたいですね。最後行ってママのものを買ってみました。Wow. ママは、トルちゃんを、はい、うちにお迎えする前にアパレルデザイナーをずっとやってまして、皆さん多分ご存知かと思うんですが、ヤングカジュアルブランドの、ページボーイとかオリーブでオリーブのデザインをしていました。はい。なんですけど、もう今は引退してトルちゃんと一緒に暮らしてる感じです。なのでちょっとお洋服は結構通販で買うのはちょっと慎重な感じなんですけど、今回どんなものか1点ちょっと購入してみました。開けてみますね。こちらシンプル透け感シャツということで、あ、結構綺麗に入ってますね、はい、こんな感じの襟付きの白い透けシャツを購入してみました。今回ちょっとレビューとかを見たんですけど、結構サイズが小さめみたいな感じだったので、なんとこちら XL サイズを購入してみました。意外と丈感とかもそんなに長くないんで、あとね、素材感悪くないかも。なんか普通の今着てる無地のスケシャツみたいなのはちょっと本当に素材が気持ち悪かったら着れないので、あえてこういうちょっとデザイン生地みたいな、このシャーリングがもともと入ってる生地、ビヨビヨってなるんですけど、こういう生地を選んで買ってみました。そもそもは多分なんかシフォンジョーデットみたいな感じですね。なのですごい透ける感じで、まあ若干涼しくは着れるかなと思います。あと襟の部分は全然透けない感じの普通のシャツ襟ですね。まあ縫い方とかは結構ピリつきがあるんですけど、もうこれ安いんですよ。なんとこちらの商品1747円で、安くなって1532円で 12% オフで購入してみました。はーい、こんな感じです。着てみました。こんな感じ。 XL サイズにしてよかったなと思います。なんかそもそも素材がこういうビヨビヨした素材なので、ゆるく着ないとなんか面白いボーレスハムみたいになりそう。かわいい。でも、はーい、今回シーンで全10点購入してみたっていう動画だったんですけども、結構なんか意外と当たりの商品多かったと思います。トルちゃんのもとっても可愛かったし、ママのも全然着れると思います。はい、ちょこちょこまたレビュー動画出していきたいと思いますので、今回の動画がちょっとでも参考になったよという方はコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。